盲目のメロディインド式殺人競争曲は2018年に公開されたインドのブラックコメディクライムスリラー映画。シュリラームラガバンが監督を務め、タップー、アーユシマーン・クラーナー、ラーリカー・アープテイが出演している。盲目を装うピアニストが殺人事件を目撃したことで巻き起こる騒動を描いている。2010年公開の短編映画、 ピアノ調律師を鑑賞したラガバンガ同作を気に入り、これを元にした脚本を執筆した。撮影は2017年6月から始まり、44日間の日程を1年間かけて撮影して2018年7月に完了した。2018年10月5日にバイアコム18モーションピクチャーズ配給で公開され、脚本とタップー。 アーユシマンの演技が高く評価され、ナショナルフィルムアワード、フィルムフェア賞、スタースクリーンアワードで複数の賞を受賞した。工業収入は45億6000万ルーピーを記録し、工業的にも成功を収めている。プネーで暮らすアーカーシュは芸術的インスピレーションを得るために盲目を装うピアニストであり、彼が住むアパートの1階には彼が 本当に盲目なのかを疑う少年が住んでいた。彼は街中で偶然出会った女性ソフィに誘われ、彼女の父フランコが経営するレストランでピアニストとして雇われる。アーカーシュの演奏は人気を集め、ソフィとも親密になったアーカーシュは彼女と肉体関係を結ぶ。彼はレストランの常連客だった元スター俳優のプラモードと知り合い、 プラモードは5歳シミートの結婚記念日にサプライズとしてピアノを演奏してほしいと依頼し承諾したアーカーシュは彼のマンションを訪れる。シミーの前で演奏を始めるアーカーシュだったが、そこでプラモードの死体を発見する。シミーと浮気相手の男はアーカーシュが盲目だと信じ、彼の目の前で死体の処理を始め、アーカーシュは盲目を装いながら演奏を続け、 死体の処理が終わった頃に市民に促されて退出する。アーカーシュは警察署に向かい事件を通報しようとするが、そこで共犯者の男が警察署長のマノーハルだったことを知る。マノーハルに疑われたアーカーシュは盲目の演技を続けてその場をやり過ごす。翌日、プラモードの死体が発見され、警察は強盗殺人事件として捜査を開始し、アーカーシュは プラモードと前妻の娘ダーニーのピアノのレッスンを受け持つようになる。そんな中、プラモードの隣室に住む女性ディサが不審な男が、プラモードの部屋に入る場面を目撃していたことを捜査官に伝えたため、シミーに口封じのため殺害される。アーカーシュは殺害現場に遭遇してしまい、シミーに疑念を抱かれてしまう。同時に、事件に巻き込まれたことで、 アーカーシュは、ソフィと疎遠になってしまう。アーカーシュの部屋を訪れたシミーは、彼の盲目が演技であることを暴き、アーカーシュは事件について口外せずに、ロンドンに旅立つことを伝えるが、アーカーシュはシミーに毒を盛られて、意識を失ってしまう。同じ頃、アーカーシュに呼び出されていたソフィは、彼のアパートに到着するが、そこで少年から、アーカーシュの盲目が演技であることを録画した映像を、 見せられる。激怒したソフィが部屋に乗り込むと、そこには肉体関係に及んでいたように偽装したシミーとアーカーシュがおり、失望したソフィは部屋を出ていく。その後、目を覚ましたアーカーシュは、シミーが持った毒によって本当に盲目になってしまう。シミーから顛末を聞いたマノのハ春は盲目にするだけでは不十分だと責め立てるが、逆にシミーから口封じを、 自分任せにしていることを責められる。マノーハルはアーカーシュを殺しに向かうが、反撃を受け逃げられてしまう。逃げ出したアーカーシュは、路上で気を失い、以前害中で出会った宝くじ売りのサクーと力車の運転手ムルリーに救われる。助けられたアーカーシュは、医師、スワミの紹介で、眼科医の治療を受けることになるが、スワミは、造王機の違法売買を営んでおり、サクーと ムルリはその対象として、アーカーシュを連れてきていた。しかし、盲目のアーカーシュが、サクウの腕に芝紙のタトゥーをしていることを口にしたため、三人は、アーカーシュの臓器摘質手術を止めて、彼の話を聞く。アーカーシュは三人と手を組みシミーたちから大金を奪い、角膜一色の資金を手に入れようと計画する。アーカーシュたちはシミを誘拐して彼女が自殺したように、偽装し、 マノーハルの妻を、マノーハルとシミーの浮気の証拠があると脅迫して、大金を要求する。アーカーシュは、金の受け渡し場所に向かおうとするが、サクーと、ムルリに裏切られ拘束されてしまう。マノーハルは妻に失態を清算するように迫られ、受け渡し場所で、ムルリを銃撃する。しかし、エレベーターに閉じ込められた、マノーハルは、暗電源を落とされたエレベーターの中で発砲し、 長談した弾丸に当たり死んでしまう。サクルは、ムルリを病院に運ぶが、彼も、出血多量で死亡する。一方、アーカーシュは、シミの説得を受け協力して脱出しようとするが、シミに裏切られて殺されそうになる。逃げ出したシミは出くわしたスワミに襲いかかるが、追いついた、アーカーシュと協力したスワミに眠らされ車のトランクに、押し込められる。 シミイの血液型がアラブの富豪が探しているドナーの血液適合者だと知ったスワミは彼女の臓器を売り飛ばして大金を山分けし彼女の角膜を移植して視力を回復するようにアーカーシュに持ちかける。2年後ヨーロッパを訪れていたソフィはそこで盲目のピアニストとして活動するアーカーシュと再会する。アーカーシュは彼女にこれまでの事件の経緯を語り 最後の天末を語り始める。シミを殺すことに反対するアーカーシュは彼女を自首させようと提案する。しかし、空港に向かう途中でシミが目を覚まして暴れ出したため、スワミは車を止めてトランクを開けるが、シミに逆襲され車を奪われてしまう。スワミが運転していると思い込んでいるアーカーシュは、シミの解放を訴え続け、 情にほだされたシミーは彼を下ろして走り去ろうとするが、すぐに考えを変えて、彼を引き殺すため戻ってくる。しかし、農夫の領銃から逃げようとしたウサギが、フロントガラスに衝突し、車が横転、炎上して、シミーは死んでしまう。生き残ったアーカーシュは、ムンバイ行きのバスに乗り込み、友人の助けを借りて、ロンドンに旅立つ。騒動の顛末を聞いたソフィは、 シミーの角膜を使い視力を取り戻すべきだったと、アーカーシュに訴える。祖父と別れた、アーカーシュは街中を進み、目の前に落ちていた缶を杖で弾き飛ばし、立ち去ってゆく。タップーアーユシュマーンクラーナーラーディカーアープテイ、シュリラームラガバン2013年、シュリラームラガバンは、友人の映画制作者へ、マントラオに勧められ、盲目のピアニストを題材にした2010年制作の、 フランス短編映画、ピアノ調律師を鑑賞した。彼は自身の映画とは異なるものの、このフランス映画は基本的な目であると語っている。彼はヘマントがこのフランス映画を原作に新作映画の脚本を執筆することを望んでいたが、ヘマントは自身の監督映画の制作に取り掛かってしまう。その後、ラガバンは復讐の街の制作に取り掛かり、制作を通して、 物語の用紙をつかんだ。彼は、脚本の執筆を始めようと思った矢先に、盲目の男を題材にした、コブルの脚本を読み、盲目の人物を題材にした映画を2本も撮るのは、クレイジーだと思ったとして、執筆を中断した。しばらくした後に執筆を再開した、ラガバンは、物語について、新しい方向からのアプローチを試みた。ラガバンは、 殺人現場の後始末をする犯人の側で演奏を続ける盲目のピアニストのアイデアを思いつき、とても魅了されたと語っている。彼は合流したヘマントやアリジットビシュワース、ヨゲーシュチャンデカール、プージャ、ラダ,ダスルティと共に、脚本の執筆を進め、復讐の街の制作中に、同作の主要キャストだったバルンダワンにも物語のアイデアを伝えた。しかし、バルンは、 他の映画の制作で多忙となり、脚本は未完成の状態で放置されてしまう。ラガバンたちは脚本を練る際は、それぞれが鑑賞者の立場に立ち意見を出し合っていたと述べている。ラガバンとビシュワースはセリフを英語で練っていたため、英語からヒンディー語への翻訳作業中にセリフに不満を抱き、ラガバンはインドのイディオムであるベンガル語でドラマティックなセリフを書くようにビシュワースに伝えた。 一方、スルティは他の脚本家よりもヒンディー語のセンスが良かったため別のバージョンのセリフを担当した。ラガバンには盲目の友人がおり、また古いヒンディー語映画にピアノの歌が使用されていることに気づき、盲目のピアニストをメインキャラクターにすることを決めた。ラガバンは復讐の街に出演していたバルンダワンを引き続き起用しようと考え、バルンも 脚本を気に入っていたが、多忙のため出演が困難になったため別の俳優を探すことになった。アーユ・うシマーン・クラーナーはキャスティング監督の無形種、チャブラから映画について聞き、ラガバンに連絡を取り出演の意思を伝えた。ラガバンは、アーユ・うシマーンに対してにパターンのスクリーンテストを実施し、演技の違いを見極めようとした。アーユ・シシマーンは、 映画の中で実際にピアノを演奏しており、役作りのために、盲目の学生と交流して、彼らがどのように演奏し、指揮し、手を動かすのかを研究した。また、ロサンゼルスを拠点に活動するピアニストのアクシャイ・バルマから毎日4時間ピアノの指導を受け、撮影の際にはボディダブルを使用しなかった。彼は演じたアーカーシュについて、キャリアの中で、 最も挑戦的な役と語っている。だがンは、アーユシュマーンに対して、盲目の主人公が登場する映画を見ないように伝え、彼を国立盲学校に連れ出した。また、アーユシュマーンは、役作りのために目隠しをして、街の通りを歩いた。さらに、視界の80%を遮る特殊なメガネを渡され、そのメガネを活用したことでアーユシュマーンのボディランゲージは一変した。 最終的に視界の90%を遮る黒いサングラスを渡されたアーユシュマーンは、そのサングラスをかけて撮影に参加した。ヒロイン役には、ラーディカーアップテイが起用され、彼女はいくつかのシーンを即興で演じている。タップーは、シミリ役の第一候補として名前が挙がっており、ラガバンは彼女に演じるシーンの詳細を説明せずに撮影を進めた。 アニルダワンは元俳優プラモード役として出演が決まった。ヨーロッパのシーンが撮影されたポーランドクラクフ。撮影はプネーで行われたが、長期間の撮影スケジュールに対応できるキャストがいなかったため、1年以上の歳月をかけて44日間の撮影日程をこなした。2017年6月から主要撮影が始まり、2018年7月17日に終了した。 ラガバンは撮影監督の経由も花案と相談して物語をアーカーシュの視点に限定することに決めた。これについてラガバンはアーカーシュの視点はすなわち鑑賞者の視点ですと語っている。ピアノの演奏シーンではクローズアップ撮影は行わず4分半の演奏曲のタイミングに合わせるために数人のアシスタントと共にリハーサルを行っている。一方ラガバンは ああいうシュマーン、タップー、学ぶに対してリハーサルをしないように指示しており、その理由についてそのシーンが練習を積んだように見えることは避けたかったのです。私たちが必要としたのは不確実性だったのですと語っている。ラガバンは映画の結末を明示しないオープンエンド形式にしたいと考え、複数の結末を検討した。プロデューサーは オープンエンド形式に不安を抱き反対していたが、最終的にラガバンの説得を受けて承諾している。最初の撮影の際、アーユシュマーンは3ヶ月間かけてリハーサルを行った。ラガバンは盲目のメロディインド式殺人競争曲を悪事と蛮行の瞬間を伴った恐ろしい言葉の意味で楽しい映画と表現している。映画のタイトルは当初、 シュートザピアのプレイヤーだったが、擬曲の言葉、アンドハドフントを正式なタイトルに採用している。編集は、スルティ、プロダクションデザイナーは、スニグダカルマエ、パンカジポール、アニタ・ドナルドが務め、バイアコム18モーションピクチャーズと、マッチボックスピクチャーズが制作会社として参加している。サウンドトラックのタイトルトラックは、ラフタールとギリシュナコットが作曲し、残りの曲は、 アミット・トリベディが作曲している。アルバムの作詞は、ラフタール、ナコット、ジャイディープ・サフニが手掛けた。2018年9月21日にサウンドトラックが、G. ミュージック・カンパニーからリリースされた。歌手として、トリベディ、ラフタール、アーユ・シュマーン、アリジット・シン、アビリート・シュリー・ワースタウ、アーカン・シャー・シャルマ、シャダーブ・ファリディ、アルタマシュ・ファリディが参加している。 バックグラウンドスコアの作曲はダニエル・ B ・ジョージが手掛けている。当初、公開日は2018年8月31日を予定していたが、プロデューサーは予告編公開の遅延と公開日が10月5日に変更されたことを公表した。ラガバンは映画が盲人を題材にしていることから映像がなく音のみの予告編を希望していたが、スタジオ側は彼の意見を聞いて、 衝撃を受けたという。彼は予告編では映画に関する多くの情報を伝えたくないとして数度にわたり議論を交わし最終的にスタジオ側に意見を認めさせ9月2日に予告編が公開された。映画はインド800スクリーンで公開され同時にネットフリックスでも公開された。また 2019年には、インディアンフィルムフェスティバルロサンゼルスでも上映され、タップーが表彰されている。中華人民共和国では2019年4月2日に、ピアノプレイヤーのタイトルで公開され、8月28日からは、韓国で90スクリーンで公開された。日本では11月15日に公開された。公開初日の興行収入は2500万ルピーを記録した。 観客動員数は口コミによって増加し、公開2日目には5100万ルピーの興行収入を記録した。公開初週末の興行収入は1億5000万ルピーとなり、公開10日目には4億1050万ルピーを記録している。衛星放送、音楽配信、デジタル配信前の段階で映画は収益を上げており、これらの権利はそれぞれからず、 ジーミュージックカンパニー、ネットフリックスが取得している。公開第6週末の興行収入は10億1000万ルピーを記録しており、収益の大部分はムンバイの劇場からのものだった。海外市場興行収入は1億370万ルピーを記録している。中国での公開前の時点で興行収入は10億6000万ルピーを記録している。中国では 公開6日以内に、インド映画の歴代中国工業成績を塗り替えた。同国の工業収入は33億5380万ルピーとなり、合計工業収入は45億6000万ルピーを記録している。タップ・アーユ・シュマーン・クラーナー、盲目のメロディインド式殺人競争曲は高い評価を得ており、ロッテントマトズでは14件のレビューが寄せられ、 支持率100%、平均評価7.62、0となっている。ラジャセンは、全体的に非常に考え抜かれたものであり、魅力的であると言わざるを得ないと批評している。ニューデリーテレビジョンのサイバルチャテルジーは、盲目のメロディーインド式殺人競争曲を、耳、目、そして心を開いてみてください。きっと、感覚が高められて劇場から出てくることでしょうと、批評している。 ラジーブ・マサンドは、多くの楽しさがある。その中で主なものは、絶えず、驚かされるスリルだと批評し、アーユシマーンとタップーの演技を絶賛した。ザ・タイムズ・オブ・インディアのレヌカ・ビア・バハレは、映画を、魅力的なスリラーと呼び、REDIFF.com のスリーハリナ・アイルは、これは、あなたを最高の、純粋に最高の気持ちにさせる、インド映画史上唯一のブラッドスリラーに、違いありません。 と批評している。ハフポストのアンクルパタックは、A、映画を2018年の中で最高の映画と呼び、鑑賞する価値があり、そして再鑑賞する価値のある作品と批評した。インディアンエクスプレスのシューブラ・グプタは映画は、きわどくて、適度な低俗さがあるものの、物語の展開とともに、次第に強引で切れ味が悪くなると批評している。タイムズナウのシバージー・ロイチョー・ダリーは、 映画の後半は予測可能な内容であるがスリリングであり心を奪われる演技と並外れたサウンドデザインに満ちていると批評している。インディアトゥデイのスシャントメフタはラガバンの能力は映画館全体に衝撃を与えたと批評した。アヌパマ・チョープラーはその環境は完全に正常に見えますが内側で起きていることは楽しいねじれです。これらは殺人、裏切り。 セックス、そして嘘の山です。要するに、あなたは決して目を逸らすことができないのですと、批評している。ミント氏のウディタジュンジュンワーラは、ああいうシマーンの脆弱さと、狡猾さのバランスが取れた、張り詰めた演技を絶賛している。スクロール、インのディにラームナーとは、映画のピーク時に、公園兄弟の強い風味を感じるが、ラガバンの完全犯罪のダイナミクスとパルプ。 探偵小説に登場する詐欺師に対する長年の関心にも十分頷けますと批評した。同時に上映時間は長いもののアーカーシュのピアノ曲と同じくらいスムーズに定められた場所に滑り込みますと批評している。デカンクロニクルのシャヒーンイラにはシュリラームはいくつかの風変わりな驚きの要素によってダークユーモアを損なわずに維持するという素晴らしい仕事をしましたと批評している。 ニューインディアンエクスプレスのシラジートミトラは、ラガバンは、互換性があり、馴染みのあるパルプ状の世界を創造したと批評した。インドアジアンニュースサービスのトロイリベーロは映画を、緊張と、巧妙さ、そして外科的に効果的な殺人ミステリーと表現し、上映時間の大半、盲目のメロディインド式殺人競争局は、原因と結果を置き去りにして、アクションを実行し、それは、 効果的に機能していると批評している。ガルフニュースのマンジュシャラーダクリシュナーンは暗黒と悪意の無礼な祭典と批評しており、ナムラタ・ジョーシーは表面上の物事を与えている間に、ラガバンは常にいたちごっこで観客の一歩先を歩いていると批評している。アーロ・ポー・ロミダスはこの映画は巧妙な脚本、一流の制作、通列な社会的メッセージがある。しかし、 同時に、キャスティングの勝利であり、俳優たちへの昇華でもあると批評した。ザ・ナショナルのクマール・シャームは、観客を全悪黒と白そして、灰色の影などの複数の状況に引き込み、クライマックスは救済と刑事の間で、典型的なヒッチコック形式の意図的な週末を迎えますと批評している。ザ・クインとのスティティ・ゴーシュは、盲目のメロディーインド式殺人競争曲は、 賞賛と鑑賞に値します。オープニングやエンドクレジットも見逃してはいけませんと批評した。スクリーンアナーキーのジェイハルタドは、盲目のメロディインド式殺人競争局は、ベテラン監督が、この種のねじ曲がったジャンルの宝石を、インドの誰よりも良くする方法を知っているという事実を示していますと批評している。チアガラジャンは、リメイク券を購入し、 息子のプラシャーアンと主演にしたリメイク版の制作を企画している。ありがとうございます。